ハワユタカの視点ウィークリーウォッチ。LPGA ツアー本格参戦2年目の渋野ひな子がオフに振り方を大きく変え、自身の今季初戦ホンダ LPGA タイランドでその成果がどう出るか不安な部分があったと思います。昨季はトップで手の位置が肩の高さより低いフラットなスイングでした。ドライバーならティーアップしているので左への怖さはありますが、多少曲がっても対応できます。 しかし、ラフや左足下がり、つま先下がりといった傾斜地からは、ボールを捉えるのが難しい。だから、肝心なところで、左にミスするシーンが何試合もあって、このままではいけないと気づいたのでしょう。新シーズンに向けて、LPGA ツアーで勝つにはどうすればいいのか、アイアンの精度を上げなければ、優勝争いができない、という結論にたどり着いたのだと思います。 アップライトなスイングならヘッドが上から降りて入射角が安定しラフや左下がりの台からでも方向性が良くなります。勝つためにスイングを変えているわけです。とはいえ昨年1年間を戦ったフラットなスイングからオ,オフの短期間にトップを高く上げるスイングに変えると言っても大きな違和感があり簡単ではありません。オフの短期間では完成できない。 先週はスイングに不安を抱えながらも4日間ともアンダーパーで回り27位フィニッシュ優勝争いには及びませんでしたが2桁となる通算10アンダーまでスコアを伸ばせたのも体力下半身の強さがあったからで自信になります初日は引っ掛けのミスがありそれを修正して大会3日目には66をマーク試合の中で良かったところ悪かったところを確認して次戦につなげて少しずつスイングを完成していくしかありません 練習ではできても試合ではできないこともある。試合の中でスイングを作り体で覚えていくのは少し時間がかかるかもしれません。スイングの課題は今週の HSBC 女子世界選手権。シンガポール3月2日開幕で修正していくことでしょう。試合ではアマチュアの馬場咲が伸び伸びとプレーし通算9アンダー34位と検討しました。昨年より体が大きくなり軸が太くなった感じです。 4日間のドライバー平均飛距離271ヤードは飛ばし屋の佐藤優香とほとんど変わらずツアーでもトップレベル。課題はバンカーセーブ率10%でしょう。高弾道でスピン量の多いボールを打つ選手ですからバンカーではどうしても目玉になりやすい。ショートゲームを磨くことも大事ですがバンカー声えのピンを狙う勇気の方がすごいと評価すべきです。 足りないバンカーショットだけでなく、世界のトッププロを間近で見て学ぶことは多く、いずれ海外でプレーしたいという思いも強くなりました。海外初挑戦の岩井明愛、戦の例姉妹も、世界のレベルを知り、いろいろな課題が見つかり良かったと思います。世界最高峰の舞台を目指す、若い日本選手たちの頑張りに期待したいと思います。畑岡奈紗、渋野日奈子らは、シンガポールへ、西郷真央が、今季初戦。 米国女子 HSBC 女子チャンピオンズ事前情報戦闘車 GC シンガポール6749ヤードパー72米女子ツアーはタイからシンガポールに舞台を移し3月2日期から4日間の日程で行われる全週に引き続き予選カットはなく賞金総額180万ドル約2億4565万円をかけて戦う 次週中国で予定されていたブルーベール p g a が中止となったため、これがアジアシリーズの最終戦。フィールドは世界ランキング上位20人や、昨年優勝者、主催者推薦など66人に限定される。昨年はコ・チンヨン、韓国が制し、2021年 CME グループツアー選手権以来のツアー通算13勝目を挙げた。 日本勢は畑岡奈紗、古江彩佳、笹生優香、渋野ひな子の米ツアーメンバーに加え、西郷真央がスポット参戦。西郷は昨年4月の国内ツアー、パナソニックオープンレディース優勝で発生した資格で、出場権を獲得した。 大会連覇がかかるジンヨンのほか、全州、ホンダ LPGA タイランドを制した、リリアブ、世界ランク1位の、リリア・コウ、ニュージーランド、同2位、メリー・コルダ、同3位、アタヤ・ピティクル、タイラ、世界ランク上位陣が集結する。主な出場予定選手、個人4、西郷マオ、リリア・コウ、メリー・コルダ、アタヤ・ピティクル、ニンジー・リー、ブルック・ヘンダーソン、チョン・インジ、キム・ヒョージュ、畑岡・ナサ、古江彩香、笹生優香、渋野ひな子。 自身初戦を終えた渋野雛子は42位、畑岡奈紗は8位、笹生優香10位、米国女子ポイントランキング。米国女子ツアーは今季2戦目のホンダ LPGA タイランドを終えて、最新の CME グローブポイントランキングが発表された、今季2戦目を23位タイで終えた畑岡奈紗が通算188ポイント、PT で8位に浮上した。 同大会で日本勢最上位に入った佐藤優香は通算 146.333PT で10位古江彩香が通算 54.75PT で26位3人は開幕戦に出場しており PT を上乗せした形だ同大会で自身2023年の初戦を終えた渋野雛子は同大会で27位タイに入り 25.857PT を獲得し42位につける 1>, 1位は開幕戦に勝利したブルック・ヘンダーソン、カナダで 509.6PT。2位はホンダ LPGA、タイランド優勝のリリアド米国で 500PT。開幕戦から2位タイ、4位タイと好調のマヤ・スパーク、スウェーデンが 437.5PT で3位で続く。同ランクで最終的に80位までに入った選手は翌年のシード権を獲得。 さらに、81位から100位までの選手にも、ツアーガードが与えられ、限定的ではあるが、出場権が得られる。アマチュアのスポンサー契約に見る、女性アスリートの訴求力、小林至る博士のゴルフ予分。アマチュア女子ゴルファーの、馬場崎代々木校2年が、サントリーとスポンサー契約を結んだ。これをもって、いよいよプロ転向ということではない。 昨年1月からの規則変更でアマチュアも企業とスポンサー契約を結んで金銭を受け取れるようになったのだテレビ CM や動画配信で稼ぐことも可能金額に上限もない適用範囲は全世界であるアマチュアであることによる制約は大会で賞金を受け取れないこととレッスン料を取れないことぐらいとなったゴルフは世界では珍しいアマを資格として保護対象としてきた競技である 金銭的利益や私的な便宜を享受することが一切禁じられ違反した場合はアマ資格を喪失することになっていた。それが昨年コペルニクス的展開を遂げた大きな理由は米国の大学スポーツでアマチュアリズムが終焉、終焉したからである。米国の大学スポーツは1兆円規模の巨大な市場でとりわけその75%を占めるアメリカンフットボール、15%を占めるバスケットボールは高度にビジネス化されている。 両競技の強豪大学ともなると、テキサス大の250億円を筆頭に、上位50大学が100億円を超える年間工業収入を得ている。プロも量が、量がするとよく言われるが、日本のプロ野球球団の1シーズンの平均売り上げが推定160億円。プロサッカー J1 クラブのそれは41億円で、まさにその通りである。 一方で、その中央統括団体である NCAA 全米大学スポーツ協会はアマチュアリズムの最後の取り出と呼ばれる厳格さで知られ、選手はいかなる報酬の受け取りも禁じられてきた。これに対して指導者、年収10億円なんて方もいるはもちろん、大学によってはマーケティングの責任者まで億を超える報酬を手にしているのに、学生はただ働き、搾取だという不満や同情の声は以前からあった。 工業力、売り上げが右肩上がりで増えるにつれ、同情の声と訴訟の数も増し、ついに2021年、NCAA は選手による自身の肖像を活用したマーケティング活動、エンドースメントを容認したのだ。その結果が興味深い。当初、恩恵を受けるのはアメフト、男子バスケのスター選手に限られるだろうと予想されていたが、蓋を開けてみたら女性アスリートの躍進が顕著なのだ。 アメリカの調査会社によれば、解禁からの1年間で NCAA の学生選手が得たエンドースメント契約の総計は1200億円で、その51%を占めるアメフトを除くと、女性選手の方が稼いでいる。競技別トップ10で見ると、3位の女子バスケをはじめ、女子競技が6。個人ではアメフト選手も含めたトップ25のうち15人が女性アスリートである。 米国は1972年に定められた男女教育機会均等法タイトル Q の成果で男女アスリートにも同等の機会が与えられるようにはなったがメディア露出人気ともにその差は埋まらないままだったしかし自ら世界中に向けて発信できる SNS 時代の今実は女性アスリートに大変な訴求力があることが証明された格好だ 今のところ、学生ゴルフは競技としては男子21位、女子22位とエンドースメント契約においては目立っていないが、男子ではアーカン総大のジョン・デイリー2世やスタンフォード大学のローズ・チャンラがエンドースメント契約を結ぶなど広がりを見せつつある。馬場も米国の大学ゴルフ部という選択肢はあるかもしれない。 それにつけても、スタンフォード大ゴルフ部員だったタイガーウッズがアーノルド・パーマーと会食して、後チになって大問題となり、食事代25ドルを払うことで除名を免れた、1995年からすると想像もつかない時代となった。